河内公判が2008年に八戸の病院で死んでたのね。そう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 。うん。これですよ。この、八戸に来たキリストが、を考えていたら、レインボーマンを出てきて、原作者が八戸で死んでたと。うん。これ偶然じゃないだろうなと。おー。つまり、この、キリスト捕らえ伝説っていうのは、この、レインボーマン作った河内公判の人生見ますと、うん、やっぱ根も葉もない話じゃないんだね。なんかあるんだ。八戸になんかあるんですよ。だってね、日本広いんだから、よりによってなんでその、レインボーマンの原作者が、八戸で死んでたんだと。うん。ということで、河内公判に、ものすごい興味を持ったんだよね。なるほど、そこでそうなったんですね。うん。ははー。いや、知ってますよ、当時ほら、H 高校の、学園祭で、上映会してたとか知ってますよ、当時を。あ、そういう話知ってましたっけ？当時の、はい、坂本先生の活動を知ってます、うん。なんでそんなレインボーマン流行ってんのかなと思ったんですけど、うん、そういう理由だったんですね。そうです。説明不足でした。で、まあ当時は、なんかね、もう今こそレインボーマンを見ようと。ああ、そうか、それで。今こそレインボーマンみんなで見てくださいって感じで、いろんな人に押し付けてて、ポータルミュージアムハッチとかってあるじゃないですか、ね。うんうん。はい、ハッチで。あそこでも押しかけてって、これ、この人、八戸にいましたよって。うんうん、これ、なんか宣伝できないもんでしょうかって、こう、ハッチの関係者にこれを勧めたり、なんか、そういう、レインボーマンの伝道師やってたんですよ。すごい。それが、10年ぐらい前ですよね。うん、2011年の話ですね、うん。10年ぐらい前やってましたね。知ってます。知っておりますよ。うん。そうか。で、そのレインボーマン、レインボーマン解説してる人は、まあ、世の中にいると思うんですけど、うんうん、まあ、僕流に解説するとね、うん、で、これはまあ、20世紀の日本語に何が起こるか予言した、予言の話だね。うん、